はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、小学校受験と学童、小学生と乗り切るフレンドリースクールの夏です。それでは、西荻フレンドリースクール室長、今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、いよいよ7月に入ったということで、これから7、8、9、10、11と約5ヶ月間は、もう、由美先生たちも、小学生じゃなくて、メインは年長さんだったりとか、を標準にすると。で毎年思うんだけど、はい、まあ今回そのね、私たちはもう今村みたいな感じになってるから、みんなで学童はフレンドリーキッズは村みたいな風になってるから、一つのコミュニティになってるっていうことはなってて、小学生の実組織みたいなね。そうなんですよ、うん、でもね、今日、はい、アシスタントのね、お兄さんが来てんですけど、はい、大学の教育学部行ってるんですよ、うんうん、で、なんと年長の6月ぐらいから来たのかな、うちにね。ずーっとフレンドリーにね、関わってね。もうピアノやら何やらして、うん、ちょうどコロナの時期に、アメフトやってるんですよ、実はね。はい、だけど、コロナの時期だから、しばらくなかったんですよね。練習もなくてね。そう。うん、で、その時に、その彼に、来てもらって、高校生だったかしらね、あの頃。そうだと思います ね。で、夏休みすごいやってもらって、すごい助かってね。だからそれが影響したのか、教えることをしたいと思ったのかね、って言って、教職を目指す。そうなんです。で、今大学生なんですけど、はい、今週だけはね、なんかないんですって、アメフトが、ね、それ他じゃ絶対アルバイトしないんですけど、なんか臨時でね行ってもいいですみたいな感じで、そうとか言って、今週は随分お世話になるんですけど、はい、で今すごい頼もしく周りを見てくれてるんですけど、うん、でね、今まであんまり子供に何も言わずに、小学生に何も言わずに受験期入ってたんですよ、うんうん、これなんとなく子供も自分たちも受験してるから、先生たちは忙しいんだろうなと思いつつ、それで11月になって私たちが一段落ついて、さあ小学生を見ようと思った時にすごいことになってるんですよ、みんな。好き放題じゃないからね。そう。それで終わるっていうこともあの人たちはなんかあまり感じてなくて、バカね、これから終わりなんですけど、私たちはこれからあんたたちに目が行き届くんですよって言ったらびっくりするというね。ああ、なるほど、そうかと思って。で、何でも私は子供に、例えばもう幼児でも、これからねテスト受けるんだよとか、テスト受けるために勉強してるんだよとか、宣言ですかね、ママはこれからねそういう体制に入るからねとかね、やっぱり子供に対して我が子でも宣言するっていうのが必要なんですよ。心構えできる。そう、ええ、なんで突然ママはこんなに勉強しているようになっちゃったの、なんでこんなに怒るのって、子供も何も言わないとこう戸惑うっていうかね、ええ、うん、だからある程度幼児でも宣言って必要なんですよ。これからママはここの西荻に連れてくるからねとかいうことを、先生じゃなくてその親が幼児は言わなきゃいけないと。ところが小学生の場合はもうそこら、小学生だったらあんまり親の宣言ってもう聞かなくなっちゃうので、だから親はできないから私が宣言することにしようと思って、で今日みんな小学生捕まえてね、これからねフレンドリーキッズ会議をねするからね、集まった人はしますよって言ったら、また何かここで問題起きたのみたいな顔してるから、それではありませんと、うんうん、問題があるからするんじゃなくて、これからの7月1日だし、これからの自分たちの心構えとかそういうのを持って、宿題の管理とか、今まで十分私たちは11月から12、1、2、3、4、5、6と7ヶ月間、はい、私たちはテストだっつったらもう本当に身を粉にして、みんなね本当に細かく見てあげたと。でもね、そういうことをずっと続けてるっていうことも全く良くなくて、私たちがどういうことを試験前に勉強したかっていうことを小学生はやっぱり知ってほしいなと。例えばね、試験だったら3日ぐらい前とか4日ぐらい前から準備して何が出るとかっていうふうに
こう私たちに報告すると、別に報告すること自体はもちろんねしてもらって構わないんだけど、そのためにどうやって勉強していくかっていう準備は自分ですること、それからやっぱり勉強する順番っていうのがね、今まではそれからじゃなくてこっちからやったらとかって結構私たち言ってたんですけど、そういうのも自分で考えて何から勉強したらいいかと。だから7月1日から幼児が受験体制に入るのと同時に、小学生には自分で学ぶ、自分で勉強するというね、自立を学んでほしいなと思いましたね。そうですね。だからアシスタントの先生は一人しか置きませんね。今までも結構大量に見てたんですけど、今回からはもう宣言ですね。一人しか。一人と副所長の先生ぐらいかな。プラスその授業がないときは、まあ小学生に入ってもらって、その体制でいきますと。だからもう原則べったりっていうよりは、もうおのおのちゃんとやることはやって、困ったときに先生に聞きに行こうねっていう。で、残りの先生たちはみんな幼児に回ってもらいますっていうことを今日宣言しようと思うんですけど、はい、でプラスこれから受験生が、うん、試験に向かっていくから、あなたたちも協力をしてほしいと。先輩としてね。そう、先輩として、うん、やっぱり勉強してね、頑張って入った学校って楽しいんだよとか、今やっとかなきゃいけないよとか、あの子たち言えるからね、ちゃんと、うんうんうん。で、幸いなのはうちの、フレンドリーキッズの子って全員私学、一人だけ除いて全員私学なんですよ、はい、ということは全員が受験経験してるっていうことだから、うんうん、非常に受験生の気持ちもわかるからね、はい、そういう意味で受験生を支援してほしいと、自分のこともやりつつ、うんうん、そうですね、子どもたちも見守ってほしいって、そういうところからやっぱり人間愛が生まれるんじゃないかと ね、うん、思いやって、思いやりっていうね、自分のことだけじゃなくてですね、それがこれからの11月までの目標かなって、ね、はい、また終わったらがっちりね見やるんですけど、そうですね、まあ、受験協力モードに小学生も、そう、だからよくわかってるんですよ、小学生もやっぱり合格してもらわなきゃ困ると、うんうん、合格することがどれだけ自分たちの励みになったかっていうことをあの人たちはね、うん、ものすごい分かってるから、だからこそ協力もできるんだろうなっていう、そうですね、そういうあったかい話なんですけどね、はい、ということですね、どこまでできるかしらね、もう本当ですねお願いだから私たちにね負担かけないでって言いたくなるねえ、ここ数年低学年多いから大変なんですよね。そうですね、うん、低学年もいるし、うん、10歳の壁にかかる子もいるしもういろいろ起きます。そうですね、うん、はい、またねドラマが生まれたらこちらでも共有できるとかします。そうですね、はい、ありがとうございます。なのでやっぱり小学生にとってもこの長い、ね、やっぱり、ね、幼児も夏を超えるとすごくできるようになるのと同じで、小学生も一夏一夏で子供って変わっていくので ね、 そうですね、そこをぜひ大事にしてあげてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。今週末も実施しております西荻フレンドリースクールの企画、小学校受験対策選べる4つのプライベート講座、残すところあと3回となりました。7月5日飯田橋、7月6日浦和、7月11日西荻窪、フレンドリースクールですね、どちらの会場も徒歩3分以内程度の場所に会場を取っております。浦和もね近くて30秒ぐらいできるところなんですけどね、画面に出てる日程にて、日程と場所にてね実施をします。内容としましてはこの画面に出てる4つの講座の中から好きなものを選べますよということになっております。この C の個別レッスンについては対象幼児と書いてありますが、保護者様向けに、願書をね書いてみましょうというものがあったりとか、あとは、埼玉県にある海地所沢小学校の試験対策第一志望にある、自己発信の、練習とかね対策をやることもできますので、お申し込み時に書いていただければと思います、ご希望の方はね。はい、詳細等につきましてはご覧いただいているこちらの動画の、概要欄開いていただきますとリンクが貼ってありますのでご参照くださいませ。またその参照先わからない場合はお電話いただければねご案内いたします。0333900750番です。はい、ということで、体験授業も受付をしております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。
はい、西荻フレンドリースクールでは引き続き幅広いテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問、質問なども大歓迎です。YouTube へのコメントやメールなどでお気軽にお送りいただければと思います。また、当チャンネルへのチャンネル登録、また動画への、高評価などもいただけますと幸いです。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。